ひめひご体は、菊花頭皮連続の二年層。根は太く、防水型で垂直に伸びる。茎は直立し、高さは30から150センチメートルになり、茎は上部でよく分子する。根室用と下部の形容は花時には枯れて生存しない。茎のチューブにつく葉は、草質で、葉心は楕円型から強楕円型になり、長さ12から18センチメートルになり、 右上に、新裂して6から10対の裂片になるか巨子縁になるが、中部から上部の葉は全縁となり、小型のものは全体に全縁用の実がつくことがある。葉の両面に先天と多細胞の単褐色毛が生える。傭兵は長さ3から6センチメートルになり、基部は茎に流れて狭い翼になる時がある。花期は8から10月。登場は三房または、 円錐状に多数が密集してつき、頭花の小道は12から16ミリメートルになり、花柄は長さ10から35ミリメートルになり、細い。双方は長さ11から13ミリメートル、計10から11ミリメートルになる球形から、幅の広い小径で雲毛があり、基部に一列の狂乱形の包容がある。双方辺は8から9列あり、狂乱形で、 すべての双方辺の先端に、泡辺に紫色の付属体があって、中辺と内辺の付属体は円形、外辺の付属体は楕円型で小さい。双方外辺は卵型で、長さは2から3ミリメートルになる。頭花は筒状花のみからなり、果敢の長さは11から13ミリメートル、色は光子色で先天がある。果実は、長さ3.5から4.5ミリメートルになる。 痩せかで、象下色になり、紫褐色の像と反転がある。看毛は二輪性で、落ちやすい外輪は、長さ1.5ミ、mm、リメートル、花子にも残る内輪は、長さ7から8.5ミ、mm、リメートルになる。日本では、北海道、本州、四国、九州に分布し、低山から山地の草原、または海岸草原の、日当たりの良い草地や林園に生育する。 世界では、朝鮮半島、中国大陸、モンゴル、サハリン、ロシア沿海地方に分布する。和名、ヒメヒゴ体は、ヒメ、ヒラエ体の意。ヒゴ体に比べて小型であることから言う。ただし、本種とヒゴ体は、姿、形は似ていなく、ヒゴ体は、別族のヒゴ体族に属する。種小名パルケラは、美しい、愛らしいの意味。 絶滅危惧ル類日本における逃避連続のうち、姫ひごたい武士セクト、シアドリアに属する種を次に示す。ありがとうございます。